たくさんのモンスターに襲われる。モンスターだけじゃなくてフグもいっぱい。牛太郎対ケツ太郎、勝つのはどっち？皆さんどうも先生です。今日はマインクラフトで学校を作っていくぞ。そうはさせないぞ。なんだこの声は。私だ。またドンヒーが邪魔しに来たのか。ドンヒーじゃないよ。マジでどうよしすぎだから。それじゃあいつも通り閉じ込めてやる。普通に建築やらせてくれよ。あおい、ここから出してくれ。出たかったら自分で出るんだな。またいろんな仕掛けを突破しなきゃいけないのか。無事脱出できるかな。それじゃあバイバイバイポンポロピー。その挨拶絶対ドヒーだろう。まずはここから出ないと。チェストが怪しいな。この中には何入ってんだ。この中には何も入ってない。じゃあもう一つの方は。何か入ってるぞ。これはボタンだ。ボタンを使って外へと出ていく。まさかそこから出られるなんて。これぐらいは誰だってできるだろう。なんかドアがたくさんあるぞ。なんだこれは。果たして6つの部屋を突破してクリアすることはできるかな。そんなに突破しなきゃいけないのか。なんだこのチェストは。またボタンだ。そして他にも何か入ってるぞ。これは鉄ブロックとカボチャだ。これでアイアンゴーレムが作れるぞ。前回の動画のコメントで脱獄ごっこなのに仲間いないのってコメント来たから今回は用意したぞ。いいコメントがあったらすぐ採用。このボタンはどこで使うんだろう。前に感知板がついてないドアがあるな。ここで使うのか。ボタンをつけて鉄のドア開けていく。開けた先にも鉄のドア。ドアがめっちゃたくさんあるな。6つの部屋を突破してボタン取ってこなきゃいけないってことか。6つの部屋を突破してボタンを取ってこなきゃいけないのだ。同じこと言ってるから。じゃあまず最初の方から行ってみようかな。もう発射装置見えてる。絶対あそこからなんか出てくるじゃん。だけどボタンを取るために行くしかないか。絶対に踏んじゃいけないやつだな。そして手前のチェストには剣が入ってる。優しい。僕すごい優しいからね。すごい優しいやつはこんなことしないわ。ふむの怖いが行くしかないか。何が出てくんだ。ゾンビが出てきた。すごい量出てきた。後ろ下がりたいけど下がれない。下がったらまた出てきちゃったよ。こうなったら一旦逃げるか。だけど剣もあって相手も燃えてるから大丈夫か。だけど角に追い詰められてる。ピンチピンチ通り越してプンチペンチポンチ。ポンチじゃないから。だけど板踏みっぱなしなおかげで追加の敵が出てこないよ。とこれは予想外で。あちょピチパー。全部倒すことができたぞ。意外と簡単だったな。これでボタンゲットだ。こんなんで終わったら面白くないよ。わざとやられてよ。なんでわざとやられなきゃいけないんだよ。残念だけど先生はここから逃げるよ。ドアがあるからもう閉じ込めたぞ。あとは勝手に燃えてくれるのを待つだけ。ってこっち来ちゃってる。余裕ぶっこいてたらダメージ食らっちゃったよ。最悪。そしてやられてあちぷちぱー。はははは。飯うま。飯馬じゃないよ。完全に大丈夫だと思って気抜いてた。気抜いてたんじゃなくて毛抜いてたんでしょ。毛なんか抜かないよ。そんなことよりもボタンどっか行っちゃった。あった、よかった。これなかったらゴールできないからな。あとは出てくるゾンビを全部倒す。これで一つ目クリアか。それじゃあ次の部屋行ってみよう。また発射装置が見えるよ。そして糸の仕掛け、ここ絶対引っかかるようになってるよ。あー、そんなの気にしてたら落ちちゃった。そしてクリーパーが出てきた。剣もあるし倒すかと思ったけども、ここから出られないんじゃないのか。じゃあ爆発してやられるしかないのか。皆さんさよなら。皆さんさよなら。素敵な花火だね。だけどここそこまで難しくない。アスレチック、これなら余裕って。今下で爆発しそうになってなかった。急がなきゃいけないのかな。あーやっちゃった。焦って落ちて花火でやられてあじゅっぴじゅっぱー。焦ると根元が狂っちゃうね。根元だから。先生に根元なんてないから。そうだった、髪の毛ももう根がないもんね。もうハゲちゃってるからね。ようやくボタンをゲット。帰り道も気をつけていかないと。こんなとこで落ちてやられたらボタンなくしてゲームオーバーだもんな。落ちた方が見てる人喜ぶよ。だからって落ちれません。なんとか戻ってくれたぞ。これで2個目の部屋終了。3個目行ってみよう。ってもう略奪者がいっぱいいる。
これどうやって進んでけばいいんだよ。ダメージ食らいまくりながら急いで進んでけってことなのか。もう思い切って進んでいくしかないか。いきなりダメージ食らった。だけど消えた。もしかしたら勘違いを踏んだから消えたのか。ちょっと離れてみよう。これでどうなる。めっちゃ出てきた。そしてやられてあちょぴちぱー。それじゃあここは駆け抜けていくしかないのか。踏みながら一気に進んでいくぞ。ようやくたどり着いた。あとは開けるだけ。ああやられちゃったよ。あちょぴちぱー。それじゃあここは駆け抜けていくしかないのか。踏みながら一気に進んでいくぞ。ようやくたどり着いた。あとは開けるだけ。ああやられちゃったよ。あちょぴちぱー。なんでやられちゃうかな。どんくさいな。頭くさいな。頭くさいは言わないでよ。次こそ絶対にうまく進んでやる。じゃんじゃん来てるぞ。最後ちょっとダメージ食らっちゃったけどもチェスト開けれた。これでボタンをゲットだ。帰りもここを急いで進んでいく。ダメージ食らっちゃってるけど勢いマシマシ。なんとか突破。これで3つ目終了。ようやく半分か。それじゃあ4つ目行ってみよう。いきなり糸の仕掛けむき出しだよ。絶対に引っかかる高さだからもう引っかかっちゃおう。発射装置から何が出てくる。水が出てきた。一緒にフグが出てきた。しかもどんどんと出てくるよ。なんだこの量は。こんなの逃げ切れるわけがない。やられちゃったよ。あちょぴちょぱ。発射装置からフグミサイルのフグ祭りだ。なんなんだよフグ祭りって。ものすごい量だからもう突破できないだろう。こんなの何回挑戦しても無理。上から見たらものすごい光景だ。早送りにしたらもっとすごい。早送りにしなくていいから。何回挑戦しても突破できないよ。仕方ないから入り口で倒していなくなるのを待ちますか。そんなことせずにどんどんやられてよ。そしたら100回ぐらいやられなきゃいけないよ。ずっと倒し続けてようやくいなくなってきた。最後の一体を倒してようやくボタンゲットだ。いっぱい出しすぎだから。本当は1000体ぐらい出す予定だったんだけどね。そんなに出したら一生終わらないよ。これで4つ目終了。5つ目行ってみよう。また発射装置があるよ。そして今回はチェストがないのか。じゃあこの感知板を踏んで発射装置からボタンを出さなくちゃいけないのかな。はいその通りだ。教えてくれて優しい。それじゃあ踏むか。ボタン出ろ。やべちゃ出てきた。最悪だ。しかももう1体も出てきちゃったよ。こんなの勝てません。やられちゃったよ。あじっぺちぱー。ラビッチャーは後回しにしてもう一つの部屋にしようかな。だけどラビッチャーが動き回るせいでアイテム出ちゃってるよ。じゃあラビッチャーの方から行かなきゃダメか。アイテムなくなるから。こうなったら秘密兵器を使うしかないな。頼むぞアイアンゴーレム。ラビッチャーを倒してくれ。一人じゃこんな量絶対に無理だったな。あとは頼んだって。ラビッチャー邪魔でブロック置けない。そうしてやられちゃったよ。アチュピチュパー。結局出せないでいるよ。アイテム回収して今度こそ召喚してやる。鉄のブロック発見。そしてカボチャもあったぞ。これをつけてアイアンゴーレム召喚。あとは頼んだ。これでアイアンゴーレムが倒してくれたはずって。アイアンゴーレムやられてる。仲間の意味なし。アチュプチュパー。頑張って戦ってたけど4対1はきつすぎだよね。すぐにやられちゃってるよ。こうなったら自分で倒していくしかないな。装備をゲットして倒してやる。ボタンをゲットできた。あとは逃げ切ればいいのかって。これは無理。やられまくりだね。もう数えきれない量やられちゃってるよ。やられまくり映像ノーカットでお送りしたかったな。毎回同じやられ方だから見ててつまらないよ。次こそはダイヤの剣で倒してやる。まずはアイテム回収だ。だいぶ逃げ切るのが上手くなってきたぞ。っていうかボタンゲットしてここから逃げよう。やった、逃げ切ることができた。これでラビッチャ倒さなくて済むよ。もう終わりか。もっとやられてほしかったな。ダイヤの装備したけどヘルメットがない。なんで。カツラをかぶらせたくないから。あれダイヤのカツラじゃないから。それじゃあ最後の部屋行こう。ラビッチャーより強い敵が出んのか。もしかしてウィザー。ウィザーならクリアできないよってウィッチだった。あそこから瓶投げて一方的に攻撃してくるのか。いや全然攻撃してこない。まさか攻撃しないなんて。アジピチパー。
これはこっちに気づいてないのか。ちょっと攻撃してみよう。攻撃しても気づいてなさそうだな。なんか飲んでるよ。で、急に攻撃してこないでよ。逃げろ。危なくやられるところだったよ。というかやられてよ。これでよく全部の部屋をクリアしたぞ。なんかハゲ泡が出てるな。なんだよハゲ泡って。それじゃあどんどんとボタンをつけていってゴールしよう。ようやくここから抜け出すことができるよ。で、最後にラビッタやられちゃったよ。あじゅぺちゅぱーしっかりと引っかかってくれたよ。こうなったらアイテムを回収してやっつけてやる。逃げながら装備をゲットして剣で攻撃、その隙に逃げる。あとはここから攻撃だ。そんな戦いからしないで持ってやられてよ。もうラビッチャにやられる映像いらないでしょう。倒してこれでゴールだって。最後のボタンがない。え、どうやって出たらいいんだよ。実はもう一個ボタンを取り忘れてるんだよ。6つの部屋はクリアしたじゃないか。もしかしたらラビッチャの部屋か。ここからやっつけてやる。だから中入ってやられてよ。これ以上はいいでしょう。ラビッチャを倒して中を調べてみるけども、ボタンは出てこないな。他の部屋をもう一度調べてみるけども、やっぱりなし。どこにあるのか全くわからない。そういえばあそこのチェスト開けてない。ここだったのか。ちゃんと調べないから。これ外から開けれるんだ。そしてボタンをゲットだ。これを使って外に出ることができたぞ。やった。これでようやく終わりだ。それはどうかな。また目の前が真っ暗になっていく。助けて。結局またここに戻ってくんのかよ。次回はもっと難しくしてやる。もうこの企画やめて。チャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。